いきなりですが、賢いしっかりとした判断が下せる視聴者様に限っては、決してそんなことはないと分かってはいるのですけど、もしですよ、もし、株式の情報を知らずに投資をしてしまって損をしてしまったら、どういう気持ちになりますか？嫌な気持ちになりますよね。ちょうどよかったです。このチャンネルを見ている方々は、意識の高い方々ですから、そんな皆様に、特別に、ご用意した本動画をぜひ、ご視聴ください。この動画を見ると分かること。一つ目は、今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容が分かる。二つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。三つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。まずは今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容を見ていきましょう。シーズメンは、株主優待制度を新設すると発表しました。2024年8月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて1500円から1万円分の株主優待クーポンを贈呈します。コックスは、株主優待の割引率を従来の 20% から 25% に引き上げると発表しました。なお、贈呈枚数は従来通り、3枚から10枚となります。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。エネチェンジの株価がストップ高となりました。東証が管理銘柄の指定を解除したことが理由です。これは、支援していた2023年12月期の有価証券報告書が提出されたためです。エネチェンジは、連結子会社に関する EV 充電事業の減損判定に時間を要していたため、提出が遅れていました。高級の株価がストップ高となりました。前日に発表された第一四半期の決算では、営業利益が2億円で前年同期比 44.3% 増となり、数期計画を大きく超過しました。また、債務免除益により純利益は 17.1 億円となりました。商品ポートフォリオの最適化や販売チャンネル改革、コストアスクなどが効果を上げ、第一四半期末には債務超過も解消されました。今日、ストップ安となった下記の銘柄についてご紹介します。シフトがストップ安となりました。2023年9月から2024年5月期の連結決算で、売上高は前年同期比で 28.1% 増加したものの、純利益が 17.2% 減少したことが原因です。これが市場にとってネガティブサプライズとなり、売りが集中しました。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。プログリッドは、2024年8月期に初めて配当を実施することを発表しました。過去最高の売上高及び利益を見込んでおり、株主への利益還元が可能と判断されたためです。この結果、2024年8月期の1株当たり配当予想が0円から13円に修正されました。トレジャーファクトリーの営業利益は 13.5 億円で、前年同期比で 30.7% 増加しました。これにより、上半期計画は 15.3 億円から 17.9 億円へと上方修正され、月では 37.1 億円から 40.4 億円に見直されています。また、年間配当金も32円から34円に引き上げられ、前期比で6円の増配となります。モノタロウの6月の売上高は前年同月比で 5.6% 増加しました。これは4月、5月の2桁増からは伸び率が縮小していますが、営業日1日あたりの売上高では前年同月比で 16.2% 増となっています。そのため、実質的には売上が伸びています。また、上半期の売上計画もほぼ計画通りに進捗しています。引き額は、売上高が前年同期比 11.2% 増の13億円3000万円を達成し、経常損益も1億1000万円の黒字に転じました。また、引き額基本サービスの新規契約金額を月額20万円から30万円に値上げしたことで、売上が増加しました。さらに、広告宣伝費やマーケティング費のコスト削減も成功しています。コシダカホールディングスは、期末配当を従来計画費4円増額の11円にすることを発表しました。これにより、年間配当は18円となります。また、第3四半期累計の連結決算では、営業利益が前年同期比で 18.3% 増の70億4700万円となりました。この結果、通期計画の進捗率も 76% 弱となっています。リベロは、24年6月の月次売上高が前年同月比で 139.0% 増加して 3.29 億円に達しました。また、6月の天体個数も前年同月比で 124.3% 増加し、2045個となっています。これにより、リベロの業績は堅調に推移していると評価されています。マルチヨ山岡屋の6月度の既存店売上高は前年同月比 30.3% 増と大きく伸びました。また、全店ベースでの売上高も 35.6% 増加しました。さらに、東京都青梅市に新たな店舗も開設されました。日線の第一四半期の連結営業利益は、前年同期比で 3.2 倍の1億1700万円に増加しました。売上高は同じく 20.6% 増の14億6300万円で、上半期計画の進捗率は 83% 超に達しています。ケーブルテレビ局の加入者向けテレビ番組情報誌、チャンネルガイドが好調で、クライアントへ幅広いソリューション提供が寄与した結果です。上半期及び通期の業績予想は従来通りです。東京個別指導学院の連結経常損益は、前年同期の 10.3 億円の赤字から 8.4 億円の赤字に改善されました。さらに、3、5月期の売上営業損益率も前年同期の
25.5% から 19.9% に急改善しています。国際エレクトリックは自社株買いを実施しています。これは投資ファンドの売却による株式放出の影響を軽減するためです。FIG が発表した口座移料についてお伝えします。グループ会社の CI ロボティクスが、住友商事傘下の住商アグリビジネスの北見支店に国内最大級の大型ドローン、CI ドローン AGR70 を納入しました。この納入による農業向け大型ドローンの導入拡大が期待されています。また、住商アグリビジネスの北海道スマート農業センターでは、機体の修理点検などのアフターサービスも提供される予定です。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ、高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。